はい、こんにちは、サーボー監督と申します。ウイニングイレブン2020前からも実況プレイ始めていきたいと思います。はい、昨日ねメンテが明けてなんかね新しいガチャがやってきたようでね、まあ、かなり賛否両論あるようですが、まあ、いつも通りね、まずはライブアップデート新しいのから見ていきたいと思います。はい、やっぱりね調子いいところというのは予想通りのところが多いですね。ただバルサ勢がちょっとここに2人食い込んできているのはわからないところがありますけれども、クルトワが A ということでね、まあ、今週のキーパー、クルトワになりそうだなって感じがねありますね。他のキーパー見当たりませんもんね。まあナバスとかもいいのか一応。まあまあほとんどがクルトは今週は使うんじゃないかなって感じですね。はい、では不調選手見ましょう。はい、不調選手は結構これ痛手なところを、モラタとかも入ってますね。僕モラタ持ってないんでね、ちょっと今週はモラタの脅威にさらされることはないということで一安心ですね、ここはね。あとはまあ特に僕はそんな、あ、デュンフリーズが入ってるくらいで、他はそこまでね、関わりなさそうですね。OK! ということで、今週をやっていきたいと思います。それでは行きましょう。はい、それではね、今日もね、週刊 FP ガチャ引いていこうと思うんですが、その前にですね、新しいね、ガチャがやってきてます。で、いつもだったらレジェンドの100円ガチャなんですけれども、こちら今週からね、アイトニックモーメントというね、ちょっと変わったガチャが来てますね。で、こちらのね、まあ中ちょっと見ましょうか。はい、獲得選手リストで、まあもう皆さんね、もう金曜日なのでご存知だと思うんですけれども、まあこんな感じで3選手、レジェンドとはまた違うね、選手が入ってるんですけれども、こちらの選手がアイトニックモーメントという選手たちでして、各選手に設定されている所属チームと試合で使用するチームが一致している場合、一部の能力が上昇するということでね、まあちょっとかなりなんかどうなるのかよくわからないですけれども、もうちょっと欲しいっちゃ欲しいですよね。イニエスタ、プジョル、シャビですね。どうだろうな、でもな、こっちの方がいいかな。バイエルの方もあるんですけれど、あるにはあるんやけど、まあ、ルンメニゲとかその辺ですよね。で、あんまりなんか僕はそこまで、カーン、ルンメニゲ、エウベルト、そこまでこの時代って僕バイエルン好きじゃなかったからな。どうかといったところなんですけれどもね。まあ、これ引くのはちょっとありかな。どうやろうな。ちょっと何回かはね、バルセロナの方引いてみたいなと思うんですけれどもね。また違うチームの方がいいかな、でも。さあ、まあ、それはさておきですね。POTW2 種類来てます。いつもの週刊 FP でガチャのね、まあ、POTW と、そして、チャンピオンズリーグバージョンの方の FP もなんか来てます。はい。もう本当にこれね、もうなんかいろんなもの来てますよね。で、この11人が選ばれてるわけですが、特にね、今回このチャンピオンズリーグの方から欲しい選手っていうのはいないんですよね。もうデブライネも持ってるし、レバーも持ってるし、でもメルテンスとかも持ってるし、もうこの辺もアウアルも持ってたかな。で、欲しい選手、サウル狙いで引くのもどうかなということで、今週こっちの方のガチャはね、僕ちょっとスルーしようかなと思います。だからこっちの3回を、アイコニックっていうあっちのガチャを引いてもいいかもしれないなと思います。さあ、では本題ですね。今日はやっぱりこっちですよね、まずね。今回の目玉。はい。週刊 FP ガチャ POTW ですね。またね、予想動画の方上げさせていただいたんですけれども、今回当てたのが、ムバッペ、サパタ、ムヒタリアン、ベネデット、そしてアロンソ。で、サール。この辺全部6人一気に当たりましたね。で、1個飛ばして、ここジュニオールということで、7人的中しました。ビゾットとか、ボッテキン入れる構えたんやけどな。いや、ちょっと惜しかったな、ここは。で、まあ、何度言っても今回はね、ムバッペが来たということで、ようやくね、週刊 FP バージョンのムバッペということで、ここはね、絶対に手入れたいところでありますよね。はい。ドゥーバンサポーター。まあ、ここも欲しいかな。どちらかというと。ムヒタリアンメリット。あとは、まあ、アロンソもまあ欲しいけど、なんかここのね、サールという選手は結構強いらしいんですよね。噂によると。ワトフォードのね。はい。スーパーサーブついてますしね。で、ジュニオール。ここ欲しいな。やっぱり、マドリディストの僕としては、ここは欲しいところです。ビニシウス・ジュニオール。やっぱりでも今回はとにかくムバッペ。その次にジュニオールみたいなところかな。ビニシウスかな。はい。で、まあ、余裕があったらアロンソぐらい欲しいかなといったところで、この3選手狙っていきたいと思います。はい。まずやっぱりね、ムバッペ獲得して、ちょっと安心させてほしいですよね。はい、ということでいきましょう。でも、ムバッペ手に入れた人って何人ぐらいおんねやろな。いきます。まず1回目。まずはリーグフランス。これね、出ること大事です。はい。リーグワンね、出てくれ。お願いします。もうリーグスペインやったらもう確定ですよね、多分ね。ビニシウス・ジュニオールが。おお、来た！フランスだ！おい！フランス、フランス！来ましたよ。あ、違うわ。興奮返して。興奮返してほしい。はい。モンペイエの選手ですね、これ。誰だろう。わかれへん。ちょっと顔が怖いですね。テジ・サバ・ニエロ。テジ・サバ・ニエロ。うん。CMF の選手です。チャンスメーカー。多分使うことはなさそうだ。
OK! ということで、1回目はね、こんな感じの引きをしてしまいました。いやー、1回のこのガチャ悔しいな。はい。もったいないですけれどもね。はい。ということで、2回目行きましょう。まあ僕はね、結構これ2回目でね、いつもね、お目当ての選手を当てるという確率が高いんでね。はい。もうここは完全にね、振りを出しつつ、はい、行きましょう。2回目。まずはね、フランスに飛ぶことがやはり大事なんじゃないでしょうか。リーグフランス、リーグフランス、リーグフランス来た運命の2回目。うわ、マジかマジで来た。はい、ということで、今回も手に入れちゃいました。お目当ての選手が来たぞー。いやー、やっぱりね、木曜日に行くよりも金曜日に引く理論がありますね、これね。キリアン・ムバッペ。いやー、あっちやった。キリアン・ムバッペ。まあね、僕ね、レジェンドの運とか全くないんでね、ただ週刊 FP はマジでよく来る。いやー、来た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 ー。はい、まあ選手ね、まあ、集まってる選手だけ言えばもうね、クリアみたいな感じですけどね、僕ね。ただね、腕の方が全然クリアできない。ロックしましょう。もちろんね、もうここはロックしとこう。オッケー。いやー、最高ですね。うん。いや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 、クラブセレクションバージョンも持ってるしね。さあ、最後はじゃあもうぬっくりとね、ぬっくりとビニシウス・ジュニアル手に入れに行きましょう。いきます、ラスト。いやー、気分がいいわ。頑張って働いたかいあったわ。あー、よっしゃー、行こう、最後、スペイン。あー、オランダか。オランダって誰やろな。ボッテギンか。また今作もボッテギン来んのか。ボッテギンです。はい、これはもうボッテギンです。いやー、ビニシウスも欲しかったなー。まあ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 、まあ、新しいの待ってね、ゆっくり使っていきましょうよね。はい、センターバック。オッケーオッケーオッケー。ボッテギンもようこそ、ようこそ、ようこそ、僕監督ゲームチャンネルへ。エリキボッテギンね。うん、フェイノールドビルドアップ、まあまあいいんじゃない。うん、絶対使おうわな。金やもんな、だって。はい、ということでね、3回週間 FP ガチャ引き終えました。うん。いや、気分は晴れやか。残りマイクラブコインも1940となったということでね、なんか、今日ぐらいからかな、なんか増量されてんのかな、買ったら。8月いっぱいぐらいまでなんか、課金したら、結構、1万円課金したら1万4000マイクラブコインになるみたいなのを見たんですけどね。もう僕もそろそろね、課金しなきゃいけない時期というか、もう1900しかないんでね、すべての週間 FP を引こうという意味ではね、はい、まあ、これは引きませんよ、やっぱりね、クラブセレクションは。ということで、3回だけ、これ引きましょうか、バラセロナね。まあ本当に3回でね、そろそろ来てくれてもいいんじゃないかな、みたいな、そろそろ来てくれてもいいという意味はよくわかんないけどね、レジェンドこれ外し続けてるから、そろそろレジェンドで貯めたあの分が来てくれるんじゃないかな、みたいなね。あ、でもアイコン選手が来る時の、あれがわかんないですね。なんだろう。ちょっと違うのかな、やっぱり。なんだこれ。18番。あー、ジョルディアルバか。いやー、まあ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 、ジョルディアルバですね、これは。ということはね、ここでもしバルセロナ選手を当てたら、このバルサのインフォームでやらなきゃいけないということなんですよね、要は。要は多分そうでしょ。チームをバルセロナにしなきゃいけないということでしょ。いや、それちょっと微妙やな。なんかあんまりバルサのインフォーム好きじゃないんですよね。なんだろう。まあ行きましょう。2回目。いやー、ちょっとアイコンの演出見てみたいですけどね。今の、多分違うんやろな、あれも。なんか、バキューンみたいな、ちょっと、レジェンド感あるやつが来るんちゃうかな。これは誰でしょうか。また来たか。あ、いや、左利きだ。誰や、黒か。そして、あれ、あ、この選手って左利きやったんや。クレモン・ラングレ。知らなかったですね、これ。左利きやっていうの。あ、そうやったんや。なるほど。だからどうなんてとこもあるけどな。OK。ということで、2人目、クレモン・ラングレ。行きましょう。黒ばっか引いてんな。OK。最後いきます。いやー、100円3つ。うん、まあ、ここで終わっとくのが多分いいと思う。そんなにアイコン選手欲しくないし、ちょっと欲しいけどな、やっぱり。うん、普通の演出できたりせんかな。なんか3連続黒引きましたけど、けどよ、3回連続黒引いたけど、アイコンコズ。ここはね、FP で欲しいよな、アルトゥール。っていうか、バルサスカットできそうやな、もう。OK。アンスファティとかね、FP で持ってる人いいよな。もうだって二度となんかノーマルのアンスファティいませんからね。あ、それ前に取っといたらよかったっていう話か。はい。さらっとなんか言っちゃいましたけど、4回目いきます。黒途切れるまで行くわ。ここちょっとね、流れに乗ってるという意味で。あー、ダメか。
黒途切れるまで行く。あーもう途切れた、これどっかよく分からへんもん、国がもうすでにね。はい、ということでね、シルバー当てちゃいました。はい、オザンカバク。いやーちょっと核変中かと思ったけどね、あっさり終わっちゃいましたね、核変。はい、ということで、オザンカバカバク。はい、なんか最近見たような名前やな、ここ。あ、最近 FB で来たんかな。覚えてね。はい、ということでね、まあ、とりあえずこちらのね、モーメント、これね、もう引き出したらマジでキリないと思うんでね、皆さんちょっとね、計画的にね、この辺はね、引いていってもらえたらなと思います。はい。まあ、ピカキンの人は絶対ここはちょっと手出すべきじゃないんじゃないかなと思いますね。まあ、ここも、ちょっとなんか何回か来てる選手が多かったので、まあ、この、クラブセクションじゃない。チャンピオンズリーグバージョンの方もそこまで引く必要性は今回はないように思いました。来週も来るのかな、ひょっとしたらなんかユベントス、マンチェスターユナイテッドのこのアイコンモーメント、アイコニックモーメントか、はい、が来るかもしれませんね。はい、ということで、最後に今週のスカッと組んで終わりたいと思います。それでは行きましょう、今週のスカッター。はい、ということで今週のスカッと最後に組んでみました。こんな感じのメンバーでいこうと思います。はい、やっぱり目玉はなんといってもね、今回獲得した、POTW バージョンのキリアン・ムバッペじゃないでしょうか。はい、いろんなポジションができますね。まあ、ただうちではね、ここのポジション専属でやってもらおうと思ってます。で、マルテ・デガルと振動のね、このね、ホットラインでなんとかね、相手をね、崩していきたいなと思います。はい、まあ、今週はね、振動使っていくということで、いつの間にかレベルマックスになりました。はい、ちなみにレベルマックスの、振動のこのね、能力値見ておきたいと思います。はい、なんとかいつの間にか振動マックスになってましたね、これね。はい、かなり強いです。ドリブルボールキープとかね。はい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 、次で、あとはね、やっぱり予想通りクルトワがね、ゴールキーパーに行ったのと、キミヒが今週は右サイドバックで使います。はい、あとはまあベンチもね、結構調子の良い選手を入れたりして、まあ、久保君もね、なんとか隙を見て使おうかなと思っております。はい、ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。